1936年、ブラジル大統領、ゼトリオドルネレスバルガスとフランクリン・ルーズベルト、前輪政策とは、フランクリン・ルーズベルトが、アメリカ合衆国大統領在任時に行った、ラテンアメリカ諸国に対する外交政策のことである。前輪外交とも言う。この政策が実施されたのは、ルーズベルト政権の時であるが、19世紀の政治家、ヘンリー・クレイがすでに、グッド、 ネイバーという用法を用いていた。政策の骨子はラテンアメリカへの内政干渉を行わないというものであった。これはまた合衆国は良き隣人となってラテンアメリカ諸国と互形的な取引に従事するのだという思想を強めることにもなった。全体的に言ってルーズベルト政権はこの新政策が互形的な貿易協定の形で 新しい経済的機会を作り出し、ラテンアメリカにおける合衆国の影響を再主張することを期待していたが、多くのラテンアメリカ諸国は納得しなかった。19世紀末から20世紀初頭にかけて、アメリカ合衆国はその利益、特にアメリカ人の実業共同体の商業的利益を保護するために、ラテンアメリカ諸国に定期的に軍事干渉を仕掛けていた。 ありがとうございます。